皆さんこんばんは、リュウです。今日は大学生の1週間の自炊動画を皆さんに見せていこうと思います。まずはなぜか牛乳が2本あるんやけど、まあ野菜、肉取って、豚肩ロースですね。ちょっと質素やな、質素やけど、まあ今一食大体500円ぐらいなんですよね、予算が。ネギを切って、と芯を取って、食べやすいサイズに切ります。まあ誰かに見せるってわけでもないんで、まあ食べやすいって思うサイズに適当に切って、ごま油、豚肩ロース入れて炒めます。あと麺はレンジでチンします。チンすることによって後でほぐしやすいように。でベイパー入れて、そう、この焼きそばソースの素みたいなのもあるんだけど、まあこれちょっと体に悪いんで、クレイジーソルトですね。と醤油、もう15分ぐらいですね、これ。15分、15分から20分ぐらいですね。こんな感じです。火曜日、今日はネギ、豚肩ロース、豆腐、卵、スンドゥブやな、これスンドゥブです。皆さんスンドゥブです、これ確実に。はい、ちょっと汚いですけど、まあ2回ぐらいすすいで、高速炊飯、岡山の人はみんなせっかちなんですよね。だからもう常に高速炊飯です。ネギを半分ぐらい入れて、もうもはや切るのもだるいんで、カットネギですね。豚肩ロース入れて3分ぐらい煮詰めたら、卵落として、また3分ぐらい煮詰めます。もう豆腐が入っとんよ、なんでなの。もう適当やな。はい、なんかおじさんみたいな服装やな。カレーかな。じゃがいも、昔ピーラーで手切ったことあって、ちっちゃい頃めっちゃ怖いんですよね、ピーラー。もう玉ねぎはほんまに名物。もう基本僕せっかちです。もうめっちゃ雑です、切り方。じゃがいもに関してはもうめちゃくちゃ適当。鶏肉ですね、鶏の胸肉ですね。めっちゃ安いです。で、味が染み込むように叩きます。これ岡山の伝統文化です。これ叩くんですよ、胸肉を。で、炒める。ヘイシリ、10分のタイマーセット。10分間炒めます。で、胡椒で味付け。基本的に塩はあんまり使わないですね。胡椒で味付けしてます。で、人参炒めて、
玉ねぎ、もう適当やな、ほんまに。すいません、適当なんですよ。まあ、とりあえず炒めて、なんやろ、ちょっと間違ってる気がするな、なんか作り方。もう水も結構適当ですね、これは。そう、結構3、4人前ぐらいできるんで、次の日の朝とかに食べます、残りは。で、アクめっちゃ取るの大事ですよ、これ。もうルー入れるとこ取れてないっていう。で、仕上げに牛乳混ぜて、そう、よりコクが増すんですね。で、本当はチーズ入れたらもっと、コクが出るんですけど、ちょっとたまたまなかったんで。ちょうどご飯が炊けました。今日は結構まともですね、これは。シチュー結構時間かかるんですよね、煮込むのに。40分ぐらいですかね。パスタですね。基本的に半類じゃなくて麺類は茹でるだけなので、かなり時短になります。お塩を入れて4分待ちます。で、あとはザルに出して、この麺についたぬるぬるをちゃんときれいに洗って、で、オリーブオイルですね、ベーコンを入れて、結構強めに炒めます。もう胡椒はめっちゃ使いますね。でも元使います。もうこれに全部そのガーリックの風味とか入ってるんで、ちょっと反則なんですけど、で、最後はクレイジーソルトで味付けして、卵にネギにお肉、これは親子丼ですね、今日は。いちごを溶けます。そう、これも高速炊飯で。岡山人せっかちなんで、必ず高速炊飯です。切ったらね、すぐに洗うんですよ。で、あれ、鶏肉じゃない、鶏肉がなかったようですね。もはやこれは、なんだ、親子じゃない、親子丼じゃない、全然。みりんと醤油と白だしですね。同じ配分で。入れて、出して、そう、お醤油も薄口醤油で、まあ基本白だしですね。まあ西日本なんで。卵は5、6個ぐらい、多ければ多いほどいいんじゃないですかね。あ、めちゃくちゃ美味しそうな匂いがしてきます。で、これも空気入るように混ぜて、
完成。もう土曜日はほんまにもうめんどくさすぎて結構適当です。この日はそばですね。日曜日はまあ自炊しないんですけど、でも基本土曜日になるとめんどくさいんで。そう、うちの IH はもう一瞬で炊くんですよ、こういう風に。でおそば、もう麺類はマジで楽です。あのお蕎麦の場合はお塩入れなくても大丈夫なんで。そう、IH の一口しかないんで一回出して、そう、そしてまた沸騰するまで待ってっていうのはめちゃくちゃ手間なんですよね。白だしですね、出汁の素。まあ、基本的に塩とかは使わずに出汁だけで味を出すって感じです。とみりんと醤油。まあ関西風ですかね。で便利わかめ、まあ、これはまあ10倍の大きさになるんで。と小エビですね、まあ、ちょっと出汁出すためにこの小エビ100円ぐらいなんですよ。ちょっとあの貧乏なんでいやほんまにお金なくて、これで出し出してます。もうちょっとわかめそばみたいな。で天かすですね。天かすって言わないですよね、関東だと。揚げ玉って言うんですよね。バイト先のおばちゃんに怒られました、天かすって言ったら。はい、温泉卵失敗してますけど。